さん、ビクエブさん、ヤッシーさん、エイサキさん、フラペチーノさん、チューチューさん、マチューデキアさん、アオさん、ブルームーンさん、シンジーさん、青森から、あ、違う、マジ、ブラッチさん、ありがとうございます。フェスコミットさん、イレルマラピさん、イコメさん、イズムラッチさん、ありがとうございます。ありがとう、今日は15分で来ます。こんにちは。ねえ、暑いですね。もう何回も見てます、ありがとう。はい、昨日はね、ツイッターで長寿代のね、アービーが出演してる長寿代の動画が上がったよーっていうのをツイートさせていただきましたので、ぜひ皆さん、たくさんの方にね、ご覧いただけると嬉しいなと思います。ぜひ見てみてください。初のドッキリ企画なんですけど、初めて出演させていただきました。 SKE のね、大村あんちゃんと原ゆうねちゃんとノアビで、AKB48 のね、長寿代のアンバサダーとしてこの1年間活動するので、ね、この1年を通して仲良くなれたらいいなって思います。ぜひ見てみてください。もしよろしければいいねとリツイートと、コメントよろしくお願いします。今多分シティフォーテザの研究生メンバーのところ行くと一番上に載ってると思われますので、はい、ぜひ見てみてください。可愛かった、嬉しい。なおさん、江戸っ子かずちゃんさん、ありがとうございます。そうですね、めっちゃノリノリでミッションを遂行させていただきました。すごく緊張したけど、なんかうまくできたので、後回しのよ。配信終わったらすぐの見てみてくださいね。一番背が高くて私もびっくりしました。はい、ではネッチの練習をしていきたいと思います。グラフィー、昨日はね、絵をやりましたので、次、火ですね。火。もう、あと、これ含めて5文字で終わります。火は簡単そうに見えて、若干難しいかもしれません。
集していきましょう。短く軽く止める。なんかちょっと違う日本を見てみよう。しっかり取り返す。長く右に。なるほど。これちょっと若干難しい。短く長く軽く止めて右上へしっかり止めて、短く長く軽く止めて右上へ。これが成功なんだ。で、こう、こう、はなんとなくコツが分かってきました。お、綺麗な火がかけた気がします。一番最後のこの火、結構良くない？結構かけてて、しかも綺麗。これはね、今と言葉を美しく書くっていう、あの夏休みにやることです。正月から始めてたことなんですけど、字をきれいに書くっていう、ね、目標があるので、宿題ではないかな、夏休みの。では本番書いていきましょう。ジッピッツよドゥルン、ひまわり。やっぱね、夏といえばひまわりですよね。しかも一つくといえばひまわり。こんにちは。では、書けましたので歌って終わりたいと思います。
何歌おうかな。マイキさん、カラオケあのマイクありがとうございます。
ありがとうございます。ではちょっとね、もう一曲最後に歌って終わりたいと思います。さあプレゼント、皆さん楽しんでいきましょう。君はこんなに近いのに、僕は遠くを眺めてる。視線の端でさりげなく君の存在を気にしてた。春の日差しのカフェテリア、偶然同じテーブルでハートが固まったように、言葉を交わせなかった。僕だった好きなんだ、君が好きなんだ。初めて会った時から記憶の中の誰よりハートして強く惹かれた。好きなんだ、君が好きなんだ。今までずっと隠してた。今日こそ立ち上がって告白しようか、ファイナリー。人を好きになる理由は誰も説明つかなくて、おそらくきっと後付けさ。超過異常のなぜはない。君の周りの友達はみんな呆れているけれど、僕は一歩だって引かない。ランチタイムが終わっても I love you。 突然だ、恋は突然だ。募る想いどっかに溢れてしまう前に、どうしても言っておきたくて。突然だ、恋は突然だ。空気を読んで抑えてた感情を今さらけ出す。僕の愛しさはファイナリー。マイケルさん、ありがとうございます。本当にありがとう。Thank you。 ありがとうございます。 Yes かノーかの朝よりもずっと胸に溜めてた君への愛しさをついに解禁だ。ああ好きなんだ、君が好きなんだ。初めて会った時から記憶の中の誰よりハートして強く惹かれた。好きなんだ、君が好きなんだ。今までずっと隠してた。今日こそは立ち上がって告白しようか、ファイナリー。好きなんだ、君が好きなんだ。ずっとあ好きやな、君が好きなんだ。ファイナリー君に伝えよう。ありがとう。
かと思いここでファイナリー。ありがとうございます。マイケルさん本当にありがとうございます。 I'm sorry タイムオーバーなのでちょっとね sorry ごめんね。また今度のソング歌わせてもらうからまた聴いてね、ショールーム。はい、ということで、本当に嬉しいです。ありがとうございます。待って、いつでしょう、おかしくなった。Thank you. So, bye bye! See you. Sorry, thank you. またね。バイバイ。